どうもこんにちは、パンチパンダです。よろしくお願いします。今日ちょっと夜中でね、夜中っつっても朝の5時なんですけど、もう寝るので、寝る前の人間って顔がふにゃふにゃじゃないですか。ちょっと恥ずかしいのでマスクつけてるんですけど、こんな怠惰な生活を過ごさせていただいてます。今回はですね、みんなほんとすごいなって毎回なんか地味に思うんですけど、時間に束縛をされたんですよ、今日。っていうのも、俺最近バイト始めまして、今日休みだったんですよ。休みだったんだけれども、ちょっと話があるというか、別にそんな深い話ではないんですけど、いろいろちょっと教わることがあったので、休みの日に来れるかって聞かれて、なんか新しい商品が出るみたいな話もしてたので、分かりましたみたいな、そういうのバイト中やらないのかなとかも思ったんですけど、なんかそのバイト時間外になんかやるらしくて、なのでそのルールに従って今日行ってきたんですよ。で俺早く終わるんだったら15分ぐらいで終わるのかなって思ってたんですよ。でもちょっと伸びて30分ぐらいかかるかなみたいな感じで思って、今日休みの日だったんですけど、休みの日に向かいまして、でね、最終的にね、2時間拘束されたんですよ。しかもね、もう大体教わる内容っていうのはもう30分ぐらいで終わったのよ。終わったんだけれども、そこからがほんとグダグダ長くて、なんか俺のよくわからない話を主婦勢の人も話し合ってて、でその会話の輪に入れず、ずーっと横に立ってたんですけど、最初の30分は良かったんですよ。最初の30分はちゃんとした有意義な時間だったんですけど、そっから本当にグダグダ長くて、で資料渡すよとか言われたんですけど、見つからねえし、挙句の果てには会社のパソコン使わせてもらったんですけど、でその在庫の数とか記入したりとかして、これ時給出てないんだよねみたいな、マジで本当にイライラしたんですよ。もうめちゃくちゃすぐ帰りたくて、で今日休みだもん、本当に帰りたくて、マジでこの時間何なんだって思ったんですよ。でもね、よくよく考えたら、俺のこの生活って割と恵まれてる方じゃないですか。要はこんな感じで時間に束縛されない。もう学生もそうだと思うし、社会人なんてもっとそうだと思うんですよ。もう学生もね、なんかグダグダ長いホームルームだとか、この時間意味あるのみたいな時間を過ごしてると思うんですよ。で社会人になってなおさら無駄な会議みたいな、今みたいな会議じゃないですけど、その似たようなこともやってるわけじゃないですか。おい、本当にすごいなと思って、俺今日たった2時間なんだけど、この2時間マジで本当にイラついたんですよ。でイラついてて、あ、でもそっか、みんなもそんな感じなのかって思って、ちょっと緩んだ、まだちょっとほんわかしたんですけど、でも本当にね、いや本当にあれひどいよ。いやマジでちょっとやめたいなって本当に思っちゃった。みんなすごい。あとということで、前回のね動画で今質問コーナー募集してるので、質問ある方コメント欄の方にぜひどんどん書いてやってください。今ねコメントの数がね64。いや多すぎ。